紙皿とお花紙を使った金魚の水槽です。まず水を作ります。白、青、水色などの青っぽいお花紙を縦に細く裂きます。お皿に水溶きした糊を塗っていきます。ここに先ほど裂いたお花紙を置いていきます。お花紙を置いた上からもう一度筆で糊をつけてなじませます。水面ができたらお皿の縁にお花紙を貼っていきます。濃い色のお花紙を四角く切りましょう。これを広げておき、水溶きした糊を筆につけたもので貼っていきます。水槽ができたら今度は金魚です。お花紙を半分に裂いて、それをもう半分に折ります。ティッシュペーパーを丸めてくるくると巻いていきます。キャンディーをくるむように両端をねじたら、片方だけに糊をつけて折り返します。こちらが頭になります。尻尾になる方を三角に切りましょう。切った三角を背中につけて背びれにしてみました。もう一つの作り方はてるてる坊主のようにして作ります。中が透けるので同じ色の紙を丸めて中に入れましょう。尻尾の部分を大きく破り取ります。これをねじて腹びれにします。破った方が下になるようにつけましょう。次は目玉の作り方です。白いお花紙を3センチぐらいに裂いて、それをさらに2つに分けます。指先に糊をつけたら、このお花紙をくるくると丸めていきます。丸まったらそれを押しつぶしておきましょう。もう一個同じように作ります。黒いお花紙は白よりも一回り小さいものを使ってください。小さい玉ができたら先ほどの白目の上に押し付けて貼ります。
これを金魚の胴体に貼り付けていきます。お皿が乾いたら、そこに先ほど作った金魚を並べていきます。レイアウトが決まったら、液体のりでしっかりと貼ってください。これでよく乾かせば出来上がりです。丸いお皿でもできます。軽いので壁掛けとして使うこともできます。